横須賀城関横須賀城は、東都海国城東軍横須賀に、戦国時代から江戸時代にあった、日本の城、平城、国の史跡。天正6年、武田家の皇天神城を締め付ける、付城軍の中核として、徳川家康が大須賀康高に命じて築いた城郭である。大須賀家二代の後、渡瀬家一代、有馬家一代、その後、再び、 大須賀家二代となるが、上風され、能美家二代、井上家二代、本田家一代と目まぐるしく藩主が変わり、西尾忠明が二万五千石で入宝し、以後七代をもって、明治維新を迎える。西尾家歴代の藩主の中で忠隆は、名君の誉れ高く、若年寄りを務め五千石加増され、都合三万五千石になり、老中も務めている。横須賀城の特徴は他に類を見ない。 天竜川より運ばれた玉石垣を用いた追記法である。天守閣は3層4階であった。放映地震のため、港が隆起してしまい、用水路を作ってしのいだ。横須賀城石公園の航空写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成石垣、堀、土塁などが残り、現在公園として整備されている。 国の史跡に指定されている。また、深い門が城跡の北西にある専用寺に、町番所が市役所大須賀市所北側に、それぞれ移築され現存している。これらのうち、横須賀城の社地瓦と鬼瓦は掛川市文化財に指定されている。このほか袋石市の油山寺には、旧五点の一部が移築されている。大須賀安高大須賀ただまさ渡せしげ線。 有馬豊ゆかし、大須賀忠ま大大賀中治徳川頼信松平、重勝松平重忠井上正成井上正俊、本田利長、西尾忠明、西尾忠だ高、西尾忠だ四樹、西尾中移り西尾忠だ西尾忠だ方西尾、忠だ西尾忠厚この不死出典。ありがとうございます。